はい、皆さんこんにちは。公式大会の信用ダービー、信用クラシックっていうルールの練習をショーダウンで長いことしてきたんですが、久々に VGC2016 今年の公式ルールビデオゲームチャンピオンシップ2016、これの練習をやっていきたいと思います。禁伝幻ポケモンと、なんだっけ、カイリュー、バンギラス、ヒードランが使用できなかった信用クラシック信用ダービーと違って、今年の VGC2016 では禁伝ポケモンが2体までパーティーに入れることができます。禁伝ポケモンはこのパーティーに入ってるやつ以外だと、ルギアとかミュウツー、ディアルガ、パルティア、リリアテナとかレシラム、ゼクロムとか、その辺が使えます。僕のパーティーには鳳凰と海王が入ってます。禁伝2体もやれるとメガオクのポケモンを採用されることが多くて、僕はクチートとボーマンの2体で、それを保管するポケモンが入ってるって感じですね。パーティーの詳細を見ていきましょう。信用ダービー、信用クラシックだとメガ進化が使えなく、メガストーンが持たせられなかったんですが、このルールでは使用できます。まあ、自分自身もこのルールで対戦するのは久々なんですが、世界大会出るために調整試合のために自分のレベルを保つことも大事だし、実際サンフランシスコ世界大会に行って海外のプレイヤーとまあ遊びで対戦するときのためにも練習しておきたいって感じですね。まあ、もちろん本当は日本代表として世界大会行って世界の頂点を目指して戦いたかったんですが、まあ、以前の動画見てくれた方は分かると思うんですが、 Wi-Fi 大会、ジャパンチャンピオンシップスの Wi-Fi 予選で、まあ、ちょっとわずかに足りなくて日本代表になれなかったので悔しいですけど、日本代表になれなかったんで、まあ、来年世界一を目指してダブルバトルをやっていきたいと思っております。まあ、悔しさも面に残しつつ対戦やっていく感じですね。ほう、ブレイブバードシェイナーの身代わり守る、まあ、食べ残しの身構う方ですね。炎タイプに身代わり、まあ、身構も採用して食べ残しを持たせる方は個人的に好きなやつで、まあ、他にこういう方、長いこと見てる方は分かると思うんですが、ヒートランとかエンテでもこういう方を採用したことがあります。海洋が潮吹き聖なる炎じゃねえよ、コンディナードライトビームを守るですね。スバーサス属地が90属の炎と海洋が、僕のパーティーは炎と海洋がどっちも性格補正がなんていうの、方は意地っ張り、海洋側は控えめで、まあ、どっちも使いたい攻撃部分のに補正をかけてるので、そのままだと翼実地は一緒になっちゃうから、海洋側20振りで翼実地113、方は翼4振りで実地111にしてます。もちろんこれでは翼が足りないので、クレセリアの凍える風電磁波とかボルトースの電磁波で翼をサポートする感じの構築になってます。クチート、ジャレツ海洋編と不意打ち守る、まあ、クチートの努力値より人によって若干分かれるところですけど、僕は特防に努力値を割かずにヒットポイントと攻撃に最大限振ってます。攻撃に最大限振るのは特に不意打ちとかの縛り範囲を広げるためにも大事だと思いますし、うん、耐久力もまあどうだろう、防御とか特防どっちかに特化せず全体でまんべんなく強くしたいと思ったんでヒットポイントに振った感じです。クレセリア、電磁波凍える風テラス系を守る、守るを採用したクレセリアというと VGC2015 去年の公式ルール全国ダブルで、ビエラさんが世界大会優勝したチョークプラスケジンボルトルスのパーティーで採用されていたクレセリアに守るが入っていたかと思いますが、僕もこのルールの GS、 この GS ルールでは守るクレセリアが好きになってますね。ボルトロス10守ると電磁波、ドクドク守る、まあ、ドクドクはちょっと異質な技なんですけど、ボルトロスはこの技構成10守るとしか攻撃技がないと、ライチュウとか、まあ、電子グラドンとか一部のポケモンに対して全く言うことがなくなってしまうので、このパーティー全員に守るが入っていて、まあ、頬の身構とかと合わせて相手を毒毒入れた状態でターン低下をさせて毒殺することが可能なので、その意味で毒毒入ってます。まあ、目覚めるパワー氷とか水とか入れる手段があるんですけど、 HBD 振りのボルトロスなので目覚めるパワーの火力には期待できないからドクドク入れてる感じですね。まあ、あと鋼タイプ、毒タイプ以外には基本的には有効な技になるので一貫する技ってことで入れてる感じもあります。変化技はなんていうかな、その攻撃ソースというかダメージソースを見るの若干異質な感じなんですけど、でも一貫性があって強い技だと個人的には思ってます。ドクドクね、ボルトロス、ボルトロスじゃねえ、ボーマンダ、このルールのボーマンダっていうと普通はせっかちとか無邪気、両党性格を用いてハイパーボイス、まあ、スカイスキン、ハイパーボイスとスカイスキン、ステミタックルの、まあ、物理特殊の攻撃技を両立させるのが一般的なんですが、僕のボルトロスじゃなくて、また間違ったよ、ボーマンダは物理特化になってます。ス
捨みたくる岩なだれ自信守る。物理特化にした理由はクリセリアの手助けと合わせて原子海洋画とかゼルネアスを確実に落とすためですね。まあ、ゼルネアスとか海洋画はあの H ヒットポイント無振りだったら割と余裕で倒せるんですけど、多少攻撃とか防御に振られて、あ、攻撃じゃない、ヒットポイントとか防御に努力して裂かれていた耐久に振られた場合でも陽気傲慢なであれば捨てみたくるプラス手助けで倒すことができます。それの範囲にメリットがあると考えています。これで今日は対戦をやっていきたいと思います。説明がめっちゃ長くなっちゃいましたが、 VGC2016 スプリットボンバーさん、ガルーダ、ライチュー、ボーマンダー、グラドン、テレニアス、ゾーブル。キャノセンスでいこうかな。ボーマンダー、クレセリア、ほう、海洋が、これ相手の戦車、ライチュ、ゼルネアス。これ手出して攻めたくるゼルネアスめっちゃ打ちたいんだけど、ライチュがもし手だ、あの猫魂をボーマンダ方向に打ってた場合がやばいんだよね。この状況手出して攻めたくる打ちます。このルールやれば幸せだけど通ってほしい。猫の町がもしボーマンダ来たらやばい。え、なにこれ、甘える？ジオコントに積まれちゃいました。これは予想外。フォーチェンジしてクレセリア凍える風、マジカルシャイン、クリティカルヒット痛いな。これここはいる風だったけど、うん、ライチュウは光の壁打ってきてましたね。クレセリがムーンフォースで縛られてるかってところですけど、ゼルネス守って様子見できそうな感じがあるので一旦両守りします。いや、アンコールが怖いな、これやると。よくないな。聖なる炎をゼルネアスに、クレセリアは凍える風。アンコールあるんか？この場合。ボルテッカーがめっちゃ効いた。ライチが生き残ったの辛いな。頬がムーンフォース剣が入ってる気がするんで、頬を一旦守って、クレセリアは凍える風。ライチをスバース2段階下げたからアンコール圏内が逃れたはず。ただジェルネアスがまだスバース1段階しか下げてないから、ボーマンダーより遅い、なんち早いのが問題。マジカルシャインだから耐える。主の目に体力回復で、ジェルネアスのスバースが元に戻る。海洋がチェンジして、どうしようかな。ライチまた来るか、わからんな。レンジホゼルネアス、ライチ来たらやばいけど、飛来死んだからノーマンドでした。マジカルシャイン、おい、クリティカル痛すぎだろ。もう、つら。ハイパーボイスかな、これ。クレセリアもな、縛られてるのきついな。このクリティカルなかったら余裕だったのに。冷凍ビームをボンマダに。クレセリア守る。してみたくる海洋かな。あ、これなら耐える、オッケー。ボーマンダ落としたぜ、無償で。うん、まあ、海洋が死ぬけど、しゃなし。で、相手まだライチュウがいるんだよね、ライチュウが。ボーマンダから出さなきゃいけない。で、ラスティ自信を決めたいけど、猫魂来るかな、さすがに。ボーマンダ守って、ブルセリアは、2連守るになるか、これやると。
けど、フルセルやることないし、2ゲーム回りします。2ゲーム回り失敗したライチュボルテッカ打ってたら自信打って打っちゃよかったな。オーダーします。ライチュよりもメガボーマンダの方がすばし高いんで、ボーマンダは自信で、ほうはセナルホームじゃない、ブレイバードをゼルネ倉庫にこれで倒せるはず。オッケー。あと相手ラスイチが何かですけど、グラードだったか、そういえば。まず技構成見たいんで、デオ守るから入ります。あとホーの身代わりで、ああ食べなくて体力回復される意味もある。岩流れならまあ大丈夫だけど、うん、炎のパンチでした。でボーマンで地震から入ろう。地震炎は聖なる炎をグラードに、これどうする。地震シングルダメージ、岩流れ持つらやばい。地震で威力200でしょ。ステミタックルってこれ威力な、あステミタックルの威力高いのか、この状況。タイプ1だから。反動嫌い、地震。倒せない。ステミタックルの方が良かったのか、これ。しかし、相手言わなれなさそうだから勝ちですね。これステミタックル打つべきでしたね。すいません。なんか、めっちゃミスってたな。はい。ステミタックルは本来威力が120で、スカイスキン補正が、特性スカイスキン補正が変わって 1.3 倍で156になってて、威力156プラス、プラスってかかけるタイプ1、飛行タイプの 1.5 倍で、威力200超えるんですよね。地震だとシングルダメージだけど、抜群で威力200。ステミタックル圏内にまだ入ってないと思ったから、反動ダメージで一目に削れて、さらに岩流れで打たれたら死ぬかなと思って、ボーマンダー。さて地震選択したんですけど、ダメージ量的に地震で乱数だったっぽいんで、ステミタックル打ってればかその時点で勝ちだったんで、もし相手のグラートンが岩田で持ってた可能性を考えると、ステミタックルの方が安全パイでしたね。であと今よくよく考えると、グラゼルネビッグシックスベースのパーティーだから、相手ライチュー入りのビッグRとかいうのこのパーティーってなんだろう、ビッグRビッグシックスベースで、あの残りの1体のポケモン何入れるかで、ビッグ B とかビッグ C とかブロンゾーンとかアムンガスビッグ A とか言われるんですけど、ライチュー入ってるからビッグ R になるんだろうか。まあともかくビッグシックスのグラードで基本的に臆病最速が多いと思うんで、耐久は H はほとんど振られてないから、ステミタックル打つのが安定だったなんて今更ながら思いました。トリル、あのグラカイドータのトリルパーティーとかだったらグラードン結構耐久に振られてるんですけど、この系統ビッグシックス系統のグラードンって多分あの CS 振りとか、まあ陽気だとしたら AS 振りなんで、ステミタックル打つのが確実な勝利への方程式でしたね。ちょっと最後の詰めが甘かったです。反省して次回に生かしたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回見てくれると嬉しいです。サンキューウォッチング前ビデオ See you next time. バイバイ。また次回よろしくお願いします。